マミヤ OP のカメラ製品一覧は、マミヤ OP とその前身である、マミヤ後期、後ろ身である、マミヤデジタルイメージングの製品一覧である、いわゆる距離系連動式、スプリングカメラ、レンズ固定、66センチメートル版。他のカメラは一般にレンズを前後に動かして、焦点調節を行うが、マミヤ6シリーズでは、フィルム面を前後に動かすバックフォーカス方式を採用した。 圧板が着脱式のため中古を入手する際にはちゃんと圧板が付属しているかがチェックポイントの一つとなる。戦争激化に伴い一時製造中よされたが戦後復活1959年12月まで製造された。日本がアメリカ占領下にあった時期に生産されたモデルにはメイドインオキパイドジャパンと刻印された答えがある。当時のマミア後期は ユーザーの要望によく答え、シャッター付きの 7.5cm レンズを持ち込めば、それを取り付けて製造したり、特注で、カールザース製のテッサー 10.5CMF4.5 や、テッサー 135mm を装着したものもあるが、その改造をすると折りたたみ機構が失われる。戦前モデルの発売年には、異説がある。機種名表記は当初、マミア6であったが、 マミア64型以降、マミアマイナス6となっている。レンズ固定式 66cm 半にガンレフカメラ。レンズ交換式の C シリーズへ発展解消した。数少ないレンズ交換式 66cm 半にガンレフカメラ。ファインダー用と撮影用の同一設計の同一レンズが、どちらもレンズボードに固着されており、これらレンズボード全体を、 ワンタッチで強力な男性を有する上下の指示用、圧板定着用レバーを用いて圧着し交換できる。多彩な交換レンズと接写に対応するため、ラックピニオン式のジャバラによる焦点調節機構を採用している。また、フィルム通路を通常の L 字型からボディの大型化をしのんで I 字型にし、このためフィルムの平面性がよくこの機種がよく映るという好評に結びついている。 主に高級版の C3 シリーズと普及版の C2 シリーズに分けることができる。C シリーズボディ、編集 C シリーズ用レンズ、編集パラメンダー、編集ビューレンズのあった位置に撮影レンズが移動するようカメラを持ち上げることでパララックスを補正するアクセサリー。パラメンダー、パラメンダー2型、パラメンダー雲台が存在する。同種の製品にミノルタのパラジャスターがある。 レンズ交換式 69cm 半、レンジファインダーカメラ。特徴的な煽りは4本のシャフトが伸びる方式で15度のバック煽りが可能であるが、プレス S、プレススタンダードではレンカ版のため、ユニバーサルプレスでは各種フィルムホルダーに対応するため装備されない。煽り使用時沈動式のレンズ以外では無限遠での撮影はできず近接撮影のみとなる。シンプルな機構の機械式カメラなだけあり。 カスタマイズ性が高くかつ壊れにくいとされる、営業写真館での撮影、建築写真、フィールドに出して、風景写真用と幅広い用途に使われてきた、プレスシリーズボディ、編集プレスシリーズ用レンズ、編集専用のスピゴットマウントにより交換する、ポラロイドの OEM、外観は、マミアプレスシリーズと告示しているが、システム互換性がないため注意が必要である。 6、7センチメートル半一眼レフカメラ。レボルビング機構が採用され画面の縦横の切り替えが簡単にできる。二眼レフのマミヤシーシリーズ譲りのラックピニオン式焦点調節を採用しているため中間リングなしでかなりの接写ができる。フィルムホルダーはグラフレックス規格を採用したがレボルビングアダプターを外して PE アダプターを装着することでポラロイドランドパックフィルムホルダーを P アダプターの上に M アダプターを介することでマミアプレス用ホルダーも使用できる。M アダプターには通常の横一用の他に縦一用の M アダプター V がある。RB67 シリーズボディ。編集 RB67 シリーズ用レンズ。編集すべて成功一番レンズシャッターを内蔵している。シャッター速度は T1 から1400秒。セコールシリーズ。 編集セコール NB シリーズ編集共同が新設計になった。NB はニューバレルの略、セコール C シリーズ編集マルチコート化された。これ以前のレンズは T でシャッターを開いた場合、シャッターダイヤルを T 以外に設定変更することでシャッターを閉める。マミヤキロリットル L シリーズ編集セコール面が廃止された。マウント径がファイ 54mm から、 ファイ 61mm に拡大されたが、キロリットルシリーズは付属している 7mm 厚の変換マウントリングを外すことにより、キューボディにも使用できる、タイム撮影エジ、バルブソケットに装着したケーブルレリーズにより、シャッターを閉めることができるようになった。ミラーアップソケットは、ケーブルレリーズをねじ込むと競り出し、外すと元に戻る方式になり、解除し忘れによる撮影ミスがなくなった。 マミア RZ67 プロフェッショナルセコールズーム Z100 から200メートル MF5.2W とウェイトレベルファインダー120フィルム用のフィルムホルダーを装着しているマミア RB67 シリーズを電子化した機種で基本的な仕様はマミア RB67 シリーズと同様だが電子回路により絞りとシャッター速度速攻データが自動連携し 別売の AE プリズムファインダー使用時には、速攻もスポット速攻と平均速攻と選択でき、完全連動する。フィルムホルダーの互換性はない。レンズマウントは、機械的互換性があるが、RZ レンズは、RB ボディに使用できず、RB レンズを RZ ボディに使用する際は、通常の無限遠位置より 7mm 繰り出した位置が、無限遠となる。RZ67 シリーズボディ。 編集、RZ67 シリーズ用レンズ、編集セコール Z シリーズ、編集セコール ZW シリーズ、編集、絞り感覚が広くなっている、マミヤ M シリーズ、編集セコール名が廃止された、645シリーズボディ、編集マミヤ645スーパー645シリーズ用レンズ、編集セコール C シリーズ、編集セコール CN シリーズ、編集、 マミヤ A シリーズ、編集マミヤ AF シリーズ、編集オートフォーカスボディと組み合わせれば、オートフォーカスが可能。で、シャッターオンは、非常に小さい。ブライトフレームは、レンズ交換により、自動で切り替わり、パララックス自動補正、絞り優先 AE 機能を装備、レンズは 31mm 鎮動する。旧来のマミヤ6とは6 6トル版で、あること、鎮動機構を取り入れているため、 ボディ内部に車高用の蛇腹を採用していること以外、ほとんど共通点を持たない。マミヤ7シリーズとは、フード等一部を除いて、互換性がない、ニューマミヤ6シリーズボディ、編集ニューマミヤ6シリーズ用レンズ、編集以下の3本のみ、どのレンズも共通してコンパクトな高性能レンズである。開放では、癖のない自然な、柔らかい描写をし、絞り込むに従って、 高コントラストの非常にシャープな映像となる。広角 50mm と標準 75mm は対象型の設計であるため Y 極周差が少ない。6、7cm 半レンズ。交換型レンジファインダーカメラ。ニューマミア6シリーズとデザインが似ているがレンズは振動せず、マウント互換性もない。マミア7シリーズボディ。編集マミア7シリーズ用レンズ。編集以下の6本のみ。 ライカンワイドレンズ固定式カメラ 24-36mm 半一眼レフカメラたびたびレンズマウントを変更しているマミアプリズマット CB シリーズから引き続き M42 国際規格スクリューマウントを採用した 24-36mm 半 TETL 一眼レフカメラトルコリラ SX シリーズボディ編集トルコリラ SX シリーズ用レンズ編集 M42 マウントレンズの一覧マミヤを参照。バイオネット ES マウントによるレンズ交換式。24-36mm 版。X シリーズボディ。編集 X シリーズ用レンズ。編集マミヤ ES レンズシリーズが用意された。この他純正マウントアダプターにて M42 マウントのレンズも絞り込み定点速攻方式で使用できた。バイオネット CS マウントによるレンズ交換式。 2436mm 半の小型軽量な t t l a e 一眼レフカメラ、NC シリーズボディ、編集 NC シリーズ用レンズ、編集 NC 専用のバイオネットマウントを備えたマミヤ CS レンズシリーズが用意された。この他純正マウントアダプターにて M42 マウントのレンズも使用でき、この場合絞り込みレバーの操作により、定点速攻が可能となった。 2436mm 半の TTL1 ガンレフカメラ。電気接点を採用したレンズマウント、ミラクルマウントによるレンズ交換式。装着レンズの焦点距離をボディに伝え、他にも空き接点を多数用意していた。カタログでは今後登場するであろう多様な撮影機能にも対応できることを謳っていたが1984年の倒産を契機に製造が打ち切られ、 ミラクルブリを発揮することはなかった。Z シリーズボディ、編集 Z シリーズ用レンズ、編集セコール EF は、距離情報も伝えている。純正レンズのほか、T2 マウントのレンズが使えるアダプターや、M42 マウントのレンズが使える、P マウントアダプターで、マミア645用のレンズが使える、M645 レンズゼ用、アダプターリングが用意されていた。 専用マガジンを使用し重 14mm 版。マミア645アフジャイ、または、マミア 645DF に装着して使用する。デジタルバック。アダプター HX701 併用で、RZ プロイードでも使用可能。フェーズ1製。フレックスアダプター使用にてジナー。ホースマン。カンボ。トヨ。リー・ウンホフ。アルカスイスビューカメラに装着可能。 初期のマミヤはレンズを製造していなかったため、マミヤ6では、オリンパスの随行や東京工学機械のシムラーなど、他社レンズの供給を受け、またユーザーのレンズ持ち込みも受け付けていた。その後自社製造を、はじめセコールというブランド名を冠したが、これは、マミヤのレンズ工場であった、世田谷工機株式会社の社名に由来している。このブランドも近年は使用されず、単に、マミヤレンズである。 一時、普及版にコミナーというブランドを使用したが、これは、日東工学より OEM 供給を受けたものである。ただし、追放やシムラーと異なり、レンズの製造会社を記載せず、マミア・コマナーと刻印している。他に、マミヤマイ・ラッピットに搭載された富岡工学生、トミノンも、同様、マミア・トミノンと刻印されていた、カーボンゴルフシャフトの製造技術を応用し、 カーボン製の三脚と一脚を製造していた、ドイツメッツのプロ用ストロボを輸入、販売していた、マミヤ後期時代には、眼底カメラ、マークリーダーなども生産していたが、倒産時に撤退した、ありがとうございます。